高知市卸売市場は初市で新年を迎えます。えいえいえい、豊漁を祈願するセレモニーには岡崎市長が参加。高知ににぎわいを取り戻すよう皆さんと一緒に経済を回していきたいと呼びかけました。はい、1600円か700円か800円か800円は金正。初競りには30キロ台から40キロ台の宮崎産のキハダマグロとメバチマグロ合わせて22本が並び、仲買人が次々と競り落としていきました。最高値がついたのは 46.2 キロのメバチマグロでおよそ16万円です。競り落としたのは仲買人歴60年以上という秋山忠さん。早速専用の包丁を使って豪快にさばいていきました。魚の身が良かったからね、まあ、ちょっとこう脂もあって高さもあるもんです。うちの初めやから平気用に乗ってほしいね。一方こちらの仲買人門田康信さんはコロナ禍で売り上げが激減し厳しい台所事情が続いているといいますが、3本のキハダマグロを競り落としました。なかなか今日は鮮度が良く、ね、ちょっと初市なんで頑張ってみましたけど、ね、試練の3年間でしたけどね、これから良くなることを願ってます。場内は関係者の熱気に包まれていました。